こんにちは、スネドラです。4泊目は楽しみにしてた知床に向かいます。今晩は車中泊するので、どこで車中泊するのがベストなのか観察しながら観光しようと思います。まずは道の駅ラウスに向かいます。ここは駐車場がいつもねすごい混んでるっていう口コミが多かったんですが、やっぱりね満車でした。なので横の駐車場に入れます。お客さんが大勢いてとってもにぎわってます。北海道来てからにぎやかなところはあんまり見てないんでね、なんか人がいっぱいいると嬉しいですね。お土産屋さんには当たり前ですが海の幸がすごく多くてですね、どれもねすんごい美味しそうです。食堂にはトキシラズがありました。他にもウニ、イクラ、ホッケ、黒ハモ丼にサメガレ、どれもねうまそうですけど、今日はねウトロでランチするって決めてるのでここはパスです。ホッケフライバーガーっていうのがあります。気になりますけどね、今はちょっと食べれません。今日は曇りで風も強いので観光船の欠航が多いですね。大丈夫かな。続いてトイレです。とても広くて綺麗で、すごく快適です。もしここで車中泊するときには、きちんとルールを守って使おうと思います。はい、それでは知床横断道路で、半島の反対側のウトロに向かいます。この道にはよくヒグマが出るようなんですけど、霧が濃すぎてねヒグマ探すどころじゃなくなっちゃいました。頂上で記念撮影だけしてもうヒグマ探しは諦めてですね、普通に走ってたんですが、道路の先になんかねいるんですよ。んと思ってねスピード落としてみたら、あれクマですね。2頭います。おお、ついにねヒグマに出会えたんですけど、これ大丈夫なのかしら。道路の真ん中にいるんでね、襲ってきたりしないですかね。ちょっと様子見てみます。こっちに来る気配はないですね。だんだんと右に寄ってます。何か感づいたのか犬がワンワン吠え出しちゃってね、ちょっと犬の声聞こえたら危ないかなと思って泣き止むのを待ってます。だいぶ右の方に寄ったのでヒグマを刺激しないようになるべく左側に寄ってさりげなく通り過ぎようと思います。おとなしいヒグマだったのか特段何事もなくスーッと抜けることができました。さっきほとんど動画が撮れなかったので、十分安全に配慮した上でもう一回見に行ってみます。さっきの場所にまだいますね。あ、ヒグマがね3頭に増えてますね。やっぱり近くで見るとね結構大きくてね迫力があります。こんなのに襲われたらひとたまりもないですね。いやすごいもん見れました。はい、ウトロの町に入ります。あそこに見えるのが州長の家です。ここね犬と泊まれるのでちょっと悩んだんですけど、今日は、車中泊にすることにします。今日の午後は知床観光船オーロラで、海から知床半島を見てみようと思います。結構時間が必要なので一番短い1時間半のやつですね、これを撮りました。はい、今日のランチはウトロ漁協婦人部食堂さんでいただきます。ここはねすごく新鮮で美味しいと、有名なお店です。ウニとイクラはもう鉄板なのでウニイクラ丼ですね。それとホッケ定食をお願いしました。ホッケは大きくて脂も乗っててね最高にうまいです。なぜかねイクラまでついてます。ウニイクラ丼はもうどっさり乗っててね、まあ、味も濃いし、こんなの食ったらもう東京でね食べれなくなっちゃいます。有名人もたくさん来てるみたいで色紙がいっぱい貼ってありました。観光船まではまだ時間があるので、知床観光の定番おしんこしんの滝に来ました。滝って裏切られやすいスポットなんですけど、ここの滝は結構大きいし水量もあってね、なかなか迫力がありました。次は道の駅ウトロです。今日ここでね車中泊する予定にしてるんですが、夜になると暗くていろいろ見れなくなっちゃうので今のうちに下見しておきます。これはトイレですね。ちょっとね訳あって中は取れませんでしたが、非常に広くて、使いやすいトイレでした。トイレが道の駅の左側についてたので、車も駐車するときは左寄せにした方がいいですね。
かなり大きい道の駅なので、お土産コーナーも広くスペースを取ってます。知床の観光案内所や説明コーナーもあります。かなり、詳しく書いてあるので、じっくり読み込みたいとこなんですが、これね、じっくり読んじゃうと時間がいくらあっても足りなそうなので、今回はパパパッと見て次に行きます。苔桃っていう果物でできたソフトクリームが売ってました。私、苔桃のソフトクリームっていうものを初めて見たんですけど、これかなり珍しいんじゃないんですかね。食堂には相変わらずうまそうなものがいっぱい並んでますけど、今お腹いっぱいなんでね、あんまりそそられません。乗船時間になったので船に向かいます。今回は1人3300円のコースですね。はい、船の中です。ここのエリアは通常は有料らしいんですけども、今はコロナの問題もあって無料開放されてます。一番景色がいい場所らしいですね。スペースは確保します。はい、続いて階段を降りて下に降ります。こっち側は無料の席らしいですね。全然眺めはいいですけどね。売店もきちんとありました。その横には大人数で見るのに最適な L 字型の席ですね。反対側にはカップルシートのようなものもありました。ここもなかなか景色は良かったです。あれはクンネポールです。浸食による大きな穴が開いてます。この辺りは海の青さが特に濃いんだそうです。今日は曇りなのでいまいち分かりづらいですけどね。はい、今回の観光コースの終点、カムイワッカの滝です。この滝ね、なんと温泉なんですよ。この滝の上には人が浸かれるようなスペースもあるみたいなんですよね。温泉がそのまま海に落ちてくるんで、その周辺だけがエメラルドグリーンになってます。一番短いコースなのであっという間に終わっちゃいました。エゾシカとかキタキツネも普通によく見るんでね、もうあんまり驚かなくなってきましたね。続いて知床五湖を見に行きます。もうね、夕方で時間があんまりないので、高架木道を使って一つだけ湖を見て戻ろうと思います。高架木道だと行ってこいで1時間ぐらいらしいんですけど、もう霧がすんごい濃くて景色が全然見えません。ここは地上遊歩道からの合流地点ですね。誤ってクマが上がってきたりしないように厳重なゲートができてます。一つ目の湖に着きました。高架木道だとここまでしか来れないんですけどね、これ霧がなければね、素晴らしい景色だったんだと思います。今日は車中泊なので今のうちに温泉に入ります。今回は夕日台の湯っていうところにお邪魔しました。ここは町からも近いし、横にキャンプ場もあるので普段は結構混むみたいなんですけど、今日は平日なので空いてました。奥の方には自販機だとか休憩室、あとは洗濯機もありました。温泉は映像撮れませんでしたが、なかなかいいお湯でした。露天風呂もあって、きっと晴れてればね、夕日が見れるんだと思うんですけど、今日はね、霧がかかってて見ることができませんでした。今晩車中泊する道の駅ウトロの道を挟んで向こう側にね、営業中の居酒屋さんがありました。超ラッキーです。千葉商店さんって言うんですけど、今日はここで晩飯をいただこうと思います。清潔なお店なので安心して食べれそうです。とりあえず生で乾杯するとして、いろいろ不思議な食べ物もあるので、その辺を食べながら反省会しようと思います。今日も一日お疲れ様でした。まずはフライポですね。それからタコのスモーク風味、次は害獣である鹿を使った鹿肉のコロッケ、それからターメリックライスにカニのあんかけをかけたタンバルライス、これ面白いですね。それからバリキング、初めて飲んだんですけど不思議な味がしました。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。諦めていたヒグマにも会えて超ラッキーでした。明日は網走に向かいます。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。